2020年、ハッブル宇宙望遠鏡が運用30周年を迎えることを受け、アメリカ航空宇宙局、NASA のウェブサイトではあなたの誕生日にハッブル宇宙望遠鏡が捉えた画像を検索できるようになった。KDVR が報じた、全画像を見る。祝い30周年。ハッブル宇宙望遠鏡があなたの誕生日に捉えた画像を検索してみよう。ハッブル宇宙望遠鏡は1990年から1日も休むことなく宇宙を探索し続けている。NASA のウェブサイトによると、30年に及ぶ活動の中でハッブル宇宙望遠鏡は科学者たちが夢にも思わなかった様々な画像を捉えてきた。早速、検索してみよう。生まれた月と日を選択したら、サブミット、ボタンを押そう。画像が出てくる。検索画面へはこちらから、例えば、4月9日、で検索すると、木星と木星最大の衛星ガニメデの画像が出てくる。自分の誕生日の画像が見つかったら、ソーシャルメディアでシェアすることもできる。画像についてもっと知ることもできるし、他の日の画像を検索することもできる。まずはあなたの誕生日にハッブル宇宙望遠鏡がどんな画像を捉えたのか、チェックしてみよう。原文、Here's how to see what for the Hubble Space Telescope TOOK on your birthday。 翻訳、編集、山口芳美。